マコネーです。今日もワケありダイエットごっこやってきますようやくちょっと配信収録の感じとかがちょっとねちょっと分かりかけてきたかなっていう気がしてて、ちょっと余裕持ってねお話できるようになってきました。で、もともとね私どんな話をしようかなって思ってた中で自分のやりたいこととか夢とかでもやりたいけどできてないこととかをちょっとお話していきたいなと思って始めたんですね、これ。うん。で、昨日からちょっと実験的に行くときは、ワケありダイエットウォークの収録して、帰りは、M キャストの収録をし、ダイエットウォークの方は、スプーンに限って、その日のうちに、その日の、朝5時を目指して、今まで通り発信してます。で、M キャストの方も収録後、だいたい10時ぐらいかな。10時ぐらいには、スプーンで発信できるようにしたいと思います。まあ、スマホからパパッとできちゃうからね。そんな手間がないし。うん。そう。で、それにスプーンは予約配信ができないからね。そう。まあ私は予約配信ができないのが一番不満なんだけど。なんか前はできたらしいよね。そう。前はできたらしいけど今はできないと思う。うん。やり方を知ってる方がいたら教えてください。そして、この発信は他の、スプーン以外に聞いてる方もたくさんいらっしゃるので、今はどっちかと YouTube で聞いてる方が多くなってきたかな。うん。YouTube は今収録しているものを翌日の朝5時に発信してます。で、私はこの、ワケありダイエットウォークはできればね、朝バタバタしてる中で BGM の代わりに流していただきたいなーなんて思ってるんです。正直。だって朝起きて何かして、朝起きてさ、朝5時だよ。4時5時だよ。5時に起きて仕事に行くっていうのはものすごくエネルギーいるじゃない。ねえ、日常的にそうやってる方はもう全然いいかもしれないけど、ねえ、下手すればさ、深夜11時、12時に帰ってきて、で、ご飯もろくろく食べずに寝て、お風呂入って寝て、で、やっとゆっくり眠れるようになった頃になって、もう3時頃に起きて準備しなきゃいけないなんて人もいると思うんだよね。そう、そういう、朝から、もうハードに頑張った人たちに向けて、おしゃべりしてます。気持ちはね、別に応援できるような話をしてるわけじゃないけどさ。そう、私の夢の妄想の話なんて、それくらいでちょうどいいと思うの。うん。で、もう一つは、同時に、この時間に寝る方もたくさんいるはず。私はどっちかというと、夜のお仕事が多かったから、この時間に寝るってことが多かったかな。で、昼間のお仕事でもだいたいこれくらいの時間までなんか作業してて、で、これから2、3時間、3時間、4時間寝て、お仕事行くっていうのが多かったかな。だから、これくらいの時間に寝る方もいっぱいいると思うの。でね、深夜、何かしら働いてると、大体この時間が一番眠くなる時間。うん、経験上ね。そう。だから、これから寝るって方にも、お休み前のね、ナイトウォーク、ん?ナイトキャップ?え?ナイトキャップはお酒だよな。ナイトウォークは夜歩くんだよな。え?なんだっけ?そう。まあいいや。寝る前の、暇つぶしというか、そんな感じで聞いていただきたいなと思って、寝る前の方、これから起きてお仕事行くっていう方向けに、毎日発信します。で、スプーンは、日曜日から木曜日まで。で、YouTube 他、ポッドキャストでは、月曜日から金曜日まで発信してます。はい、そんなわけで今日は何をテーマに話していくかというと、やっと、私の、やりたいけどやれてない。そんなに難しくないのにね、難しくないんだけど、やりたいけどなかなかやれてない一つの夢についてお話していきたいと思います。まあ、
今日はね、そんな風が強くないし昨日ね、帰りにテストさ、配信用のテスト用にさ、M キャスト収録したんだけど、風は強いわ、車の音はすごいわ。買ったばっかのね、この簡易マイク、スマホに乗っけるさ、簡易マイク、これ音拾いすぎて、周りの車とかが、周りがうるさいと、いや、もう本当これ配信しちゃっていいのかしらって思うぐらい、大変な、痛い音声になってた。聞いた人、ほんと、もうこいつのやつは聞けないと思って、もう二度と来ないこった。まあ、そんなわけで、その話は置いといて。実はね、私ね、登山が好きなんです。まあ、アウトドア全般好きなんだよね。そう、インドアも好きだし、アウトドアも好きで、まあ、ぶっちゃけ遊ぶことが大好き。遊ぶ人、ことが嫌いって人はいないと思うんだけど、まあ、体を動かすのが嫌いっていう人はいるかもしれないね。そう。ただ私ね、アウトドアで唯一苦手なのは、釣り、フィッシングだね。私ね、ほんとね、釣りは苦手。あと、まあ、エンジンで動くものとか、まあ、動くものも大好きなんだけど、そう、なんていうかな、なんていうんだろう、漁船っていうかさ、手を伸ばせば水が触れそうなぐらいの大きさの船に乗るのは苦手。私ね、飛行機とかね、全然怖くないの。うん。ちっちゃい飛行機で、ほらもう、乱気流でギューってさ、落ちるときもあるじゃん。で、私、ネパールにさ、住んでたときは、そう、カトマンズから、ポカラとか、ポカラって第二の都市ね、ポカラから私が住んでたジョムソまでとか、まあ、飛行機で移動するんだけど、そうね、どうだろう、国道、日本の国道だったら、そのまま、飛行機降りることができるぐらいの大きさの、まあ、小さい飛行機を、で、全部で20人ぐらい乗るのかな ?20 人には乗れないのかな。そう。うん。まあ、1列に2席しかない。窓側に1席ずつしかなくて、スチュワーデスさんと、運転手の人が乗っけて乗ってくれるって感じなんだけど、乗るとね、飴玉1個くれるの。何ドルぐらいだったのかな、ちょっと、自分でお金払ってないからわかんないけどさ。そう。うん。まあ、そういう飛行機も全然怖くない。だってさ、ヒマラヤ山脈の山の間を縫っていくんだもん。ダイウラギリとかね。そう。エレベストが見つかるまでに、世界第2位だった、第1位だったのかな。そう。ダイウラギリとか、横に見ながら飛ぶんだけど、最初乗った時ね、そう、インドのね、ムクティナートにね、ムクティナートさ、インドのね、ヒンドゥー教かな?ヒンドゥー教の聖地があって、インドの人は死ぬまでに一回ムクティナートに行くっていうぐらい、有名なお寺があるんだけど、ムクティナートにね、行く観光の、多分、インドのさ、女の子だと思うの。まだ小さかったと思うのは小さいっていうか、まあ、小学生か中学生ぐらいだね。そう、その子なんかさ、乗ってから降りるまでずっと立て合わせてさ、お祈りし続けてたよね。そう。なんかね、船はね、なんか私は、地面っていうか、水の下が、こっから何メートルかわかんないし、飛行機だったら落ったら死ぬっていう前提だから、そんな怖くないんだけど、船だとさ、沈んだらさ、まあ、とりあえず、浮いてれば、浮いてる時間は生きてるよね。でも、そのうちさ、水濁してさ、沈んじゃったりするわけだ。もうそれ考えるだけでもう怖くて船な、特にねちっちゃい船はね、ほんとさ、水よく見ると水の中に見えるじゃん、何メートルか、もうあれだけで怖い。そして私はさ、プールでは普通に泳げるの、でも海だと足が届かないところ怖いの。それなのにさ、岩手の宮古市に住んでた時に、宮古湾を横断するね、遠泳大会があるんだけどさ、それに出場したの。でも、過去最低記録でリタイアしたの。14メーターとか15メーターだったと思う。もうね、まあ宮古湾ってさ、遠くの方だから、まあ、日本海側で育ったね、夏に日本海側の海で育った、私にとってみれば、こん、
なに冷たい海に入るのかと思うぐらい冷たい、夏でも。信じられないぐらい冷たい。うん。逆に多分太平洋側で海水浴の経験がある人が、日本海側に来たら、温泉ですかってぐらいあったかいと思うよ。うん。そうなの。夏はね、夏は、冬はまあどこも一緒だけどさ。宮古にいた時はね、真冬にさ、サーファーのね、サーファーのお客さんとかさ、私自分のお店やってたからさ、サーファーのお客さんとか、サーフィンショップのオーナーとか遊び来てくれたんだけど、そう、突然さ、迎え来られて連れて行かれたんだよ。サーフィンに。しかも、真冬。まあ、練習するのは真冬が一番だいや、とか言われて。で、海に入れば全然寒さなんか気にならないし、ウェットスーツ着てるから、大丈夫、大丈夫って。そう。サーフィンも、ちょっと、これから先サーフィンをやり、積極的にやりたいとはちょっと思わないな。まあ、なんせ足が届かないところが怖いから、そもそもね、海もね、まあ、サーフィンは深いところでやらないと思うんだけどさ、深いところだと波立たないからさ、でもそれでも怖いもんは怖い。だからね、海もちょっと、スキューバーダイビングもちょっとそれほどやってみたいかったら、もう海の中の写真とかすごい興味あるけど、スキューバーダイビングもまあ、潜って5メーターぐらいのところだったら、5メーター、10メーターぐらいのところだったら、まあ5メーターぐらいのところだったら興味あるけど、10メーターもちょっと無理だな。だって、透明度が綺麗だったら10メートルだって全然見えるけど、透明度が悪いと10メートルだから何も見えないじゃん。まあ、そういうところはちょっと無理だな。まあ、そんなわけで、そう、アウトドアでも、釣りはね、無理。海関係は、無理。それ以外は、平気。まあ、もともとね、山登りが好きだったっていうか、私のさ、お父さん、私のお父さんに関する、お父さんに関するね、扱ってる回があるので、まあ、私のお父さんについて、お父さんがどんなかっこいい男かってことを知りたい方は、そちらをお聞きください。で、そのお父さんは、長岡市にはね、大きな鉄工所のね、鉄工業会社の、社員で、そこの山岳部の部長さんだと。で、そこの山岳部は、夏休み前に2日3日かけて、家族も連れて山に登りに行くっていうのが恒例だったの。そう。うん。で、まあ、いつから恒例かわかんないけど、うちのお父さんのことだっけね、私が生まれて、山歩きできるようになった頃から恒例したかもしれないわけださ。そう。最初に、記憶にあるのは、大勢。うん。まずは新潟県と群馬県と埼玉県の間あたりかな。そう。尾瀬に行って、尾瀬がやっぱ綺麗でね。そう、まあね、歩くのは辛いけどさ、ちっちゃい頃だからね、早くパッパッパって行けるんだけど、持久力がないってさ、体力の分配がうまくできなくて、まあ、途中でへばってさ、もう最後もいやいや歩いてたとか、そういう記憶あるな。そう、尾瀬行った、富士山も登った、立山連峰も登った、鳥海山も登った、うん、それ以外の山も、そう、結構3000メートル級以上の山、登ったな。北アルプス中心だけどね。私のさ、住んでる新潟県の長岡市からは、まあ、その気になればね、北アルプスだっても、ガチで体力あれば、日帰りで行けちゃう。深夜出て、朝に着いて、朝ってか朝方着いて、で朝方登り始めて、とうとう夕方にも、降りてくるみたいな。まあ、天気が良ければ、そんな強行手段も、まあ、ガチ体力ある人だったらできると思うんだよね。まあ、私は無理だけど。そう、まあ、そんな感じで、まあ、山だっていっぱいあるよ。そう。うん。まあ、山がないところなんか、日本中どこ行ってもないけどさ。そう。うん。まあ、それで、私の住んでる長岡市内にも、登山道が整備されてる山はそれなりにあってさ。そう。私は、本当駅からさ、歩いて15分ぐらいのところで、に住んでるんだけども。そう。まあ、自転車でスッと行けば、行けるようなところに、山道があるような山って結構あるね。だからって全部私行ったことあるわけじゃないけど、私がね、年1、2回行くのは、
私が住んでるさ、ところから東に見える東山ファミリーランドっていうのがあるのよ。あそこはさ、冬になるとスキー場があるんだけど、うん、長岡市営スキー場っていう市営のスキー場があってね、市営だけにさ、行きはなくて運営できない土地があっても、まあ滑れることなくやってるよね。まあそんなに広くはないんだけど、ちっちゃくもない中規模なスキー場かな。うん。まあ初心者から中級者向け、一部上級的なコースもあるけど、まあ狭いからね。まあそうそう。うん。上級コース、上の方上級コースは上級コースだけども、まあ中級者ぐらいで滑れるんじゃないかな。そう。冷や施設のガチ急勾配のところが前あったんだけど、今はどうかな。そう。夏はね、ボブルスレーとか、いろんなサマースキーとかもやってるみたいだな。うん。ただ私夏にあまり近くに行くことはあっても、スキー場に行ったことがないから、わかんない。そして、リフト券がね、あんなチャチークせね、結構なかなか高いわけよ。そう。今、回数券しかないんじゃないかな。一日券とかはもしかして今はないかもしれない。そう。でもね、長岡に住んでるさ、子供たちは、小学校、中学校、高校ってスキー授業ってがあって、まあ大体、中学校までは、市営スキー場じゃないかな。うん。高校生になると、もっとね、湯沢とかさ、向こうの方のスキー場にバスで行くことになると思うんだけどさ。そう。うん。で、そう、だからね、なんだろう、今も多分スキー授業あると思うんだけど、長岡あたりの子は、アルペンスキーがね、まあ、大体、小学校、中学校の頃ちょっとやったことあるから、ちょっとやったことあるから、まあガチぐらいやってるから、アルペンスキー滑れる子が多いんだけど、こっからもうちょっと湯沢の方に行くと、冬のスキーシーズンは、アルペンスキーじゃなくて、ノルディックスキーなんだよね、授業が。まあ歩くスキーだよ。そう。だからね、ノルディックスキーはやったことあるけど、アルペンスキーはやったことないって人が、まあまあ結構いる。うん。そう。もっとね、もっと、ユダヤに行くと、もう家の前はスキー場みたいな人いっぱいいるから、まあ、遊び場はスキー場みたいな。そう。毎年年パス買って、ね、そう。数年パス買って、もう、学校の帰りにそのままカバン持ってスキー場行って、スキーしてるっていう人いっぱいいる。そう。だから、うん。まあ、スキーもスノボーも上手な人いっぱいいると思うんだけど、ね、ユーザーのさ、スキー場で働いた時にユーザーの人に聞いたんだけど、ユーザーの方では、ちっちゃい子、まあ、高校、中学生ぐらいの子までは、よっぽど自分がね、好きだ、やりたいって言わない限り、スノボーはさせないって言ってた。うん。やっぱさ、ちょっとね、いびつな形でさ、滑るじゃん。そう、左寄りか右寄りかみたいな。そう。私はさ、スノボーもスキーもやるから、まあ、右も左も、一応滑れるのよ。滑れるんだけど、やっぱちっちゃい子が、しっかりね、体が出来上がってない子が、登るのは、なかなかね、リスクの高い、スポーツみたいね。だから、まあ、スキー場でも、お父さんお母さんがスノボーしかしないから、子供もスノボーっていう家族はいるんだけど、お母さんお父さんが、スキーできる家族は、まあ、大抵子供には、自分たちはスノボーでも子供はスキーっていう感じだね。まあね。で、スキーとスノボーどっちが簡単かってさ、まあ言われたら、私はね、うん、スノボーの方が簡単だと思う。うん。そう。ただ、スノボーから、ウィンタースポーツやろうと思うと、スノボーはなかなか難しいんじゃないかな。もう、うん。ウィンタースポーツからいきなり滑るスポーツ、坂を滑るスポーツで、いきなりスノボーはさ、やっぱ、横向きだけに怖いよ。そう、スキーをちょっとね、1日2日でもやって、まっすぐ滑るっていうか、雪の上を滑り落ちるって感覚がちょっと身につくと、スノボーはそんなに怖くない。うん。そう。まあね、エッジに引っかかってさ、ぶっ倒れて怪我するときもあるけどね。で、まあ、安全なのはね、スキーの方が安全だな。スノボーはすっごく、危険なスポーツ。私もね、初めて乗ったときいきなり逆位置ガーンって頭ぶつけて、もう、すっごい痛かったからね。
そう。だから、まあ、それから必ずヘルメットかぶるようにしてる。まあ、今、日本でもね、ヘルメットの着用をしないとスキー場滑れないってところも今増えてきたし、海外だとね、ヘルメット着用が義務付けられてるところもいっぱいあるんだよね。うん。そう。それで、まあ、スキー、スノーボーが、まあ、できる人も、できる人いっぱいいるよって話なんだけど、まあ、だからって、まあね、スキー場とかであったりすると、もうインストラクターとか、前さ、国体の選手だったりとかさ、うん、そう、スキーの選手だったっていう人ばっかだからさ、みんな馬あげよ。みんなが先生みたいな感じで、まあ、お客さんだってさ、もう毎日来てる人いっぱいいるからさ、まあ、うまい人だらけだわけよ。こんな中だから、まあ、うまい方だよとは言われたけど、でもガチのスキーのインストラクターの先生には、しっかり滑れるようになるには、まあ、どんなね、冷や雪のところでもさ、ガチで、ガンガンさ、攻めて滑れるようになるには、基本からやり直した方がいいよって、は言われたな。もう自己流すぎちゃって。そう、スキーもスノボもね、ほぼ自己流だからさ、まあ、ちっちゃい頃やからやってたスキーはスキーなんだけど、うん、スノボーはね、お客さんが滑ってるの見てみながら、あ、こうかな、こうかなって自分で研究して滑るようになったから、まあ自己流だね。でもね、スノボーだって、私は初めて、友達と一緒に滑ってて、まあ、普通にね、滑れるようになるのに、そうだね、なんだっけ、ほら、エッジ立てて滑るやつ。あれができるようになるに、だいたい2日か3日ぐらいだったかな。うん。まあ、スキーが滑れば多分そんなもんだよ。そう。うん。スキーはね、もう小学校上がる前から、まあ、遊んでたから、まあね、スキーはまあ、うん。昔のさ、木の重たいさ、黒いワックスをでさ、銀色のさ、ワックスを、ゴリゴリさ、ローみたいなワックスを塗って、滑るような時代だったからね。グラスファイバー製のスキーが出てきたのが私の小学校3年生ぐらいだったな。そう。うん。で、今の、ほら、なんつったっけ、忘れちゃった。今のさ、曲がりやすいスキーの形になったのは、もう私が大人になってから、まあ、高校ぐらいかな、からだったと思うな。うん。確か。そう。だからさ、私も多分もう、たまにいるよね、竹槍って言って、ほんとさ、ストレートのスキーを履いてる人。私はちょっとああいう竹槍のスキーはね、多分ね、滑っても、まあ、満足にコントロールできないんじゃないかな。そう、うん。そう。ガチ急勾配とかは無理だと思うな。うん。まあ、緩斜面、とか、まあ、中斜面、20度、30度ぐらいのところだったら、まあ、竹槍でも滑れるかもしれないけど、もう30度後半とか、ガチの急勾配のところは多分、竹槍履いても多分滑れないと思うな。まあ、2、3日乗ってればね、滑れるようになると思うんだけど。そう。で、山の話ね。で、まあ、山歩き好きなのよ。そう、まあ、ちっちゃい頃から歩いたのもあるんだけど、やっぱりね、登り切った時の達成感と、なんだろう、急にさ、森が開けて、周りはすっごく見渡しがいい時の開放感っていうのはもうね、やっぱね、山登りはすごく楽しい。で、私ほら、ネパールに住んでたからさ、ネパール、職場行くのが、住んでるとこから職場行くのがもうすでに山歩きだし、もう、住んでるところの外出た瞬間、全部もう、トレッキングだ、みたいな。歩いてる人は、現地の人か、海外のトレッカーばっかり。で、私はさ、なんだろう、アジア人はアジア人だけど、ネパール人はさ、やっぱ標高が高いところにいてさ、紫外線が多いからさ、ちょっと肌が黒いのよ。そうそう、黒光りしてるっていうか。そう、それに比べ、純国産日本人の私はさ、まあまあ、肌白い方だよ。そう、日本にいるとそうでもないけどね。だからさ、トレッカーとかは私がさ、すぐ、ネパール人じゃないってわかるのよ。
で、トレッカーの感覚だと、もう欧米人の感覚だと、外国にいる、ネパールにいる外国人は、まあみんな英語が喋れるって思ってるわけ。だからさ、よくさ、私にさ、いろいろ聞かれたよ。いろんなこと。そう、でもね、私ね、ネパールにいて、ネパール語は少々喋れるようになったけどね、そう、英語はちゃんちゃダメで、ちゃんちゃダメで、そう、結局、みたいな感じ。逆に、近所のね、子供たちは、もう小さい頃から学校はもう英語で、授業英語なんだよね、ネパール。ネパール語と、ネパール語より英語の割合が多いって言ったかな。そう。だから、20歳より、30以下っていうかな、何歳ぐらいかな、私がいた頃だから30以下だと思うな。今だったら40歳以下ぐらいかな。の子たちは、まあみんな英語喋る。そう。だから取り、私が困ったら、もう現地の方に、お願い、みたいな。そう。そんな感じだった。そう。まあね、それから10年英語勉強しようと思いながら、まだまだだけどね。うん。そう。まあ私が英語にどう取り組んでるかって話はまた別の機会に話すとして、まあそうやってね、なんだって山歩き好きなのよ。そう、岩だろうが。でも、ガチの登山はちょっと無理だな。もう整備された登山道を登る登山が私の中の、まあ、限界値な気がする。まあそれだったらね、どんなに高くても、まあ、そんなに、まあね、私は国内かネパールからしか登ったかないけど、ネパールだってもう5000メートルぐらいまでは行ったことあるけど、それ以上は登ったことないな。うん。そう。まあだから、ダウラギルの、それこそ、間近まで行ったんだけどね、設定のあたりまで行ったんだけど、そこで5000メートルぐらいだって言ってたな。うん。そう。まあだからね、うん。そう。だからまあ、そんなさ、ほら、岩登りとかさ、岩登ったりとかさ、なんだっけ、滝登りとかさ、そう、楽しそうじゃん。楽しそう。やってみたい気持ちある。でもさ、なんか、私の中の優先順位としては、あんまり高くないよね。あれはちょっとね、無理かもしれないと。と、私の中で決めてる。そう。まあね、機会があったらさ、ほら、なんだっけ、街中でやるさ、ボルタリングだ。ボルタリングとか、やってみたいけどね。でもそれもさ、体重落とさないことには、そう、そう、だってさ、今現在ね、現在進行形で、懸垂一回もできないもん。棒握ったまま、多分30秒我慢できない。それくらいね、体重重たいからさ、うん。だからまあ、せめて懸垂がしっかりできるようになるぐらいは、まあそういうのはちょっと無理だな、なんて思ってるな。うん、まあそれで、まあ山歩きは山歩きで、まあいいんだけど、私はね、日本百名山を全部登ってみたい。そして登りながら写真が撮りたいの。そう、写真も、山の写真もそうだけども、そこで出会った人の写真を、そう、大型カメラ、そう、まあ、大型カメラだな。今はさ、デジタルしかない、デジタル中心の社会だけど、私がね、今まで使ったカメラは、フィルムのカメラはね、超大型カメラの 8x10 っていう、まあ、A4 サイズ、A6、ん?むつ切りサイズぐらいのフィルムを使った、まあ、カメラを使ってた頃があるの。で、それよりもワンサイズ、ツーサイズ、小さいのがシノゴって言って、まあ、よく言う、一般的に大型カメラだよね。そう、それだって、パカって閉まっちゃえば、カバンに入って、まあ、ノートパソコンぐらいの重さよ。うん。そう、軽めのノートパソコンぐらいの重さ。まあ、三脚があるからね、ちょっとだなけど、あとまあ、付属品がまあ、結構、レンズとかね、レンズ別で持っていかなきゃいけないし、フィルムもフィルムで、またかさばるんだけど、まあ、その大型カメラで、その、山で出会った人の写真を撮りたい。そう、まあ、それに山の写真とかね。そう、それを、日本百名山を歩きながらしたいっていうのが、ね、私のね、
山登りの夢の一つだよね。そう。まあ一つってことはね、まだいくつもあるんだけど。そう。そして、まあそれをバージョンアップしながら、日本200名山だよね。200名山も登ってみたい。あとさ、海外でもね、やっぱトレッキングできるようなさ、まあ、3000メートル、4000メートルぐらいの山なんかさ、日本だけじゃなくて世界中にやっぱ、あるはあるし、でもまあ、極端に高いところは別として、そんなにね、めちゃくちゃ多いわけでもないわけよ。そう、まあ、だからまあ、主要なね、主要な山で、まあ、私のさ、みたいな、一般でも、ツアーかなんかで登れるような山に、まあ、チャレンジしてみたいなと思うのね。日本200メーターも含めて。うん。それはね、二つ目の、山に関する夢。そう。だから、もう私は、そう、体重を落としきって、標準体重になったら、山ガールになるの。うん。そう。今よりもっとガチで。そう。あとはね、1、2ヶ月かけて、歩いてか、四輪バギーかなんかに荷物積んで、まあ歩いてだな。歩いてさ、長岡から東京まで、いろんな山の山頂を巡りながら、旅してみたいね。そう。まあ、キャンプもするだろうし。うん。どれくらいかかるのかな？でもな、どうだろうな。まあ、ワンシーズンはかかんないと思うな。そう。まあ、ワンシーズンっていうのは、だいたい6月ぐらいからさ、まあ、9月ぐらいまで山登りが、まあ、一番夏のシーズンだとすれば、まあ、それくらいあれば、そう、6、7、8、9、4ヶ月、4ヶ月もあれば、まあ、歩いて東京まで山を転々としながら、行けるんじゃないかなと思うけど、そう、それもね、まあ、体力次第だし。そう、まあ、カメラとさ、フィルムと、まあ、カメラの機材とフィルムと、で、動画撮影の機材と、動画発信する機材と、あとテント、寝るためのテントと、着替えとかそういうの持つとさ、まあ、絶対大変な荷物の量になると思うの。そう。うん。まあ、それまあ30キロ、40キロ積んで、持って、歩けるだけの体力がないと、歩き続けられるぐらいの体力がないと、ちょっと無理だなと思うから、まあやっぱね、ガチ体力づくりからだよね。やっぱ体重落とさないと。そう、それがね、私ね、もう一つの山で、夢で、私はさ、まあ今現在深刻でね、車の免許を持ってないんだけど、なんで車の免許を持ってないかっていうのはまた、いずれね、思い出した時に話したいと思いますが、そう。だから、まあ、もう一回ね、免許取り直して、四輪バギーとか、耕運機、農業用の耕運機トラックとかで旅したいんだよね。のんびり。そう。耕運機トラックにさ、荷台に、四輪バギーといろんな荷物を積んで、こんなバーン、ガタガタって、耕運機バギーのタイヤだけね、ちょっと道でも走れるようなのに交換して、そう、そんなので、のんびり旅したいななんて思ったりするの。うん。そう。まあね、私は、ガチスピードが出る車も好きよ。好き。うん、いっぱい乗った。うん。私が普通に道路を走る車で一番好きなのは、ロータス社のロータスエリーゼっていう車。そう。まあ、エクシージとか、エリーゼとか、まあ、系列だよね。軽くてミッドシップで、そう、キュンキュン曲がる車。うん。しね、ロータスエリーゼに憧れて、MR2 に乗ってたりしたもん。うん。そう。で、でも実車は乗ったことないんだよね。そう、いずれね、いずれもう私はもうヨボヨボになっても、もう、ほんとさ、近所のさ、タクシー側に乗るような感じでも、ロータスエリーゼはいずれ一回乗ってみたい車だね。憧れだよ。うん。私の中では、あれほど美しい、特に初代のロータスエリーゼほど美しい車はね、そう、あんま、そうないな。私はさ、美しさだったら、ロータスエリーゼか FD の RX7 が、やっぱね、その二つがどっちかだと思うな。そう、車の美しさだったらね。そう。
まあ、最新の車はあんまよくわかんないけど。そう。うん。まあ、それで、うん、まあ、ガチさ、道路を走る車の中で、好きなのは、ね、好きなのは、私は、その、ロータスエリーゼと、ポルシェね、911くらいのね、そう、911以降の、っていうか、まあ、昔ながらのポルシェの形をしたポルシェが好きね。今のヘルメットいいポルシェは、ポルシェの形をしてるように見えるけど、あんまり好きじゃない。そう、うん。だから、まあ、ロータスエリーゼとポルシェは、私の憧れの、ロードカーだよね。そう。あとはね、ちょっとね、今日お話しして、まあ、写真とかね、勝手に使わせてもらうわけいかないから、まあ、後で許可取ってから、YouTube の方には、まあ、動画も、映像も入れてやろうと思うんだけど、軽トラックをね、ガチに、ターボ改造したさ、会社があるの。岩手だと思うんだよな、確か。うん。そこのね、車がね、すげえかっこいいんだ。軽トラックを。すっごいかっこいいの。そう。なんかね、全部の改造代がね、600万だぐらいだとか言うから、まあ、車体がいいところさ、100万、150万ぐらいでしょ。車体150万足して、プラス500万ぐらい？いや、私そんなにお金、人生で持つことあるのかしらってぐらいな感じだけど、そう。あれ、もう来てるの？ほら、もう来ててもおかしくない時間か。そう。まあ、そんなわけで。まあ、いつもはね、まだみんな来てない時間だけど、今日はちょっと早く出勤しなきゃいけない日でさ、もう来たらさ、もう車止まってるから、まあまあ、まあ、ここら辺で、発信終わりにしようと思うんだけど、私はね、山歩きが好きなんです。車も好きでした。もう一回免許取り直してもいいと思う。そう。こんなに早くね、車の環境が変わってくるとは思わなかったんだよね。で、今日はこれで配信終わりますが、スプーンはいつも通り、6時前には、発信したいと思います。うん。そして、そう。うん。Mキャストも今日テスト配信をまた繰り返します。そう。で、そう、この配信はね、日月火水木、スプーンは日月火水木に発信してて、他のやつは月火水木金で発信してます。なので、皆さん、ぜひ、お休み前でも、出勤前でも、出勤中でも、ちょっと、タラタラっと、耳に流す程度でいいので、ぜひ、お聞きください。今日は、最後までお聞きいただきありがとうございます。ちょっとね、挨拶できるようになったんだよ。大人になったんだよ。私も。そんなわけで、LGBTQ の Q、クイアのマコネでした。またね。バイバイ。